坂本さんは広島出身でね、出身で広島ってまあ地区的には男っぽい男が多いっていう、まあね、広島男児みたいな、ね、イメージあるじゃないですか、うん、で確かに本当にそういうタイプ で自分のことをあんまりこう語らないんですよ。この前ね、広島に、はい、舞台で行かしてもらって、広島吉本 の、 あの舞台 ね、はいはい、で楽屋入った途端ぐらいに、はい、広島吉本の社員さんが、うん、まあ、女性のね、はいはい、若い女性の初めましての人、そう、ほんの初めましての方がなんかパーッと来て、あれなんですよね、坂本さんって坂本一族の末裔なんですよねって言うんですよ。で僕、坂本一族の末裔、何やそのワードと思ったんですよ。聞いたことないワードですよ、坂本一族の末裔で、そのもうちょっと聞かなあかんと思って聞いてたんですよ、その話を。でだから、すいません、そうですよね、って言ったら、坂本くんがなんかね、ちょっとだけなんかんっていう、なんかまずいみたいな顔をして、いや違う、なんですかそれ、薩摩、坂本一族末裔とか、いやじゃないですよって言ったんですよ、うん、で違うんかな、でも一瞬変な目したけどなって僕見ながら思ってて、うん、だその社員さんがビルとかいっぱい持ってる坂本一族の末裔ですよねって食い下がるんですよ、ね、ビルとかいっぱい持ってる坂本一族の末裔、うん、なんやなんやってなって、で坂本君が、いやいや違う、じゃあそんな聞いた、その話聞いたことないですもんって言って、僕はでもなんかおかしいな、あの目一瞬まずいぞって言ってまずいこと言われたみたいな、ワンピースのビビが一瞬その王女やってバレそうになった時にちょっと隠す時の感じみたいな、考えすぎやけどな、なんかその王女とかそういう人たちが自分の身分を隠す時のそのなんか立ち振る舞い、知ってる人に会ってしまった、そう、あってこれバレた、ここバレた、やばいみたいな感じの立ち振る舞いに見えたから、ビル何個も持ってる坂本一族の末裔が内緒で GAG やってる、そうと思ったんです。ほんでその社員さんとかいなくなって、でミヤちゃんとかもそれでそのいなくなって、で楽屋に僕と坂本くんだけになった時があって、でその時にこう聞かなあかんと思って、いやなんかさっきさ、坂本一族の末裔みたいなこと言われてたけど、えあれほんまに違うのって聞いたんですよ。そしたら坂本くんがなんかやっぱ嘘もつきたくないタイプなんで、そのいや違うと思うんだけどって言ったんですよ。でも思うってなんやねんって思うじゃないですか。で僕はそこでもう一歩、えそれさ、お父さんのそういえば会社なんか、そういえば言ってたけど会社員やってるって言ってたけど、え会社何やってる、えそのどういう会社働いてんのって聞いたら、普通のサラリーマンでって言うんですよ。でえそれってじゃあ社長は誰なんその会社のって聞いたよね。何言ってたっけ。親戚。一族やん。いや一族やん。ってなって。いやいや親戚、いや坂本一族で会社やってるやん。その人がじゃあビル持ってるってことちゃうんって聞いたら。いや知らないもんだって。それ知らないってだけやろ。聞いたこと持ってないじゃなくて知らないだけで。うん、聞いたことない。聞いたことないだけで持ってる可能性はあるってことよね。持ってない可能性もあるけど持ってる可能性もあるってことよね。まあだって俺知らないからね。いやお前一族の末裔やんけ。これ一方的すぎる。